実はラリーガでリーグ MVP 級の大活躍をしている男。アントワーヌ・グリーズマン32歳173センチ73キロアトレティコ・マドリード所属。今季リーグ戦33試合13時12位。グリーズマン、ラリーガ MVP じゃない？ここまで結果出すのはすごい。やっぱりグリーズマンはアトレティコやな。13時12位はお手本のような結果の残し方。グリーズマン、バルサの時も活躍してなかったわけじゃないけど、あそこから今季の活躍まで持っていったのはすごいな。グリーズマンやっぱりバルサが合わなかっただけで、ポテンシャル等は化け物だったな。改めてグリーズマンすごいいい選手。めちゃ守備するよな。攻撃でも貢献できるし。グリーズマンマジで守備性能ついてちょっとスケール小さなったメッシやん。2桁 GA してペナ付近まで戻って守備する FW はグリーズマンしかおらん。なんでこんなに強いのに CL 大会で帰ってきたんや。